あなたと一緒にいてもつまらないわ。俺に向かって妻のあやめが言った最後の言葉だった。あやめは俺の会社にいる20代の後輩社員に夢中。もう一度話し合おう。という俺の言葉など聞く耳を持たず出て行ってしまった。俺の名前は矢野拓郎、50歳。大学卒業後に現在の会社に就職。真面目だけが取り柄の俺は遊んだりせず仕事と家を往復する日々。女性とも縁がなく、30歳になっても独身だった。そんなある日、矢野、紹介したい女性がいるんだけど、と上司が言ってきた。いきなりの話に動揺して、俺、全然女性にモテないですよ。すると、写真を見せてきて、実は知り合いのお嬢さんが結婚相手を探していて、真面目なお前の話をしたら、随分と気に入ってな。そこには俺にもったいないくらいの美人の女性が笑っていた。写真を眺めていると、美人お嬢さんだろ、会うだけでも会ってみればと笑いながら言ってくる。せっかくのチャンスだと思い会うことを承諾した。次の土曜日、ホテルのレストランで食事をすることに。彼女は俺より8歳年下の22歳。緊張しながら待っていると、矢野さんですか？あやめと言います。現れたのは写真で見た通りの美人な女性。はじめまして、矢野拓郎です。これが妻、あやめと初めて出会った瞬間だった。あやめは短大卒業後に事務職として働いている。華やかなものが好きで、俺よりいろいろな世界を知っていて、話しているととても楽しい。あやめも真面目な俺を気に入ってくれたようで、このまま付き合うことに。そして付き合い始めて半年後、あやめの誕生日の日にプロポーズした。ありがとう。あやめは涙を流し喜んでくれた。結婚式も盛大に行い、周りからも祝福され、まさに幸せの絶頂。俺は一生をかけてあやめを幸せにすると誓った。結婚後はあやめは専業主婦になり、家事の合間に趣味を楽しむ毎日。俺のために愛妻弁当も欠かさず作ってくれる。あやめのためにも仕事を頑張らないと。そう思い、一生懸命仕事を頑張った。今後の生活に役立つようにと、内緒で貯金も始める。しかし、残念ながら子供にはなかなか恵まれなかった。二人で仲良く暮らしていこう。落ち込むあやめを励まし、休みの日には旅行や食事へと連れて行った。結婚から20年が過ぎ、俺は50歳、あやめは42歳。平凡な日々だが、俺はあやめと過ごせてすごく幸せだ。内緒で貯め続けていた貯金もかなりの額になっている。そんなある日、会社のバーベキュー大会が開催された。あやめも毎年参加していて楽しそうにしていた。今回は本社から移動してきた後輩の藤拓也も参加している。藤は50歳になっても平社員の俺とは違い、若いのに誰よりも仕事ができて出世頭だ。おまけに人当たりもよく、人気アイドルにも似ていて、女性社員から人気がある。周りの社員も、富士には勝てないよな、と漏らしていた。よく気が利き、バーベキューの準備も率先してやっている。あやめにも笑顔で話しかけていた。バーベキュー大会から帰宅すると、あやめは、ねえねえ、
富士山ってかっこいいよね。アイドルみたい。と興奮気味に言ってくる。あいつはイケメンだからな。だからといって浮気はやめてくれよ。俺は冗談を言いつつ風呂に入る。まさか何気なく言った冗談が本当になるとは、この時は思いもしていなかった。俺はよく仲のいい同僚や後輩社員を誘って家でパーティーをしていた。もうすぐあやめの誕生日。お祝いパーティーをしようといつものメンバーと一緒に富士も誘ってみた。どうせ来ないだろうと思っていたが、意外と乗り気で、矢野さんの奥さんって綺麗な方ですよね。ぜひ行かせてください。と予想外の返事が。家に帰り、あやめに富士も来るということを伝えると、嬉しい、すっごく楽しみ。と言いながら嬉しそうに微笑んでいる。俺はあやめが喜んでいるならよかったと素直に思った。そして誕生日パーティー当日、いつものメンバーと共に富士もやってきた。お誕生日おめでとうございます。富士はあやめを祝福し、おしゃれなグラスをプレゼントしている。あやめは富士からもらったプレゼントを嬉しそうに眺めている。そして、富士さんも食べて。と食事を皿に取り分けて持って行っている。最初はいつものメンバーに混じってあやめも一緒に食事をしていたが、時間が経つにつれ富士とばかり話をしている。富士と話しているあやめは好きなアイドルを見ている時と同じようにときめいていた。俺は少し複雑な気持ちになったが、あやめと富士は15歳も年が離れている。まさか恋愛関係にはならないだろうと思っていた。誕生日パーティーから3ヶ月くらい経った頃、いつも通り仕事を終えて帰宅すると、あやめの姿はない。どこかに出かけたのかな。すると、あやめからメールが。今日は友達と食事に行くので、好きなものを食べていてください。と書かれている。友達と夜に食事に行くなんて珍しいな。と思いながらも、俺は冷蔵庫からおにぎりを取り出し、食べた。しかし10時を過ぎてもあやめは帰ってこない。俺は先に風呂に入り寝ることにした。途中目を覚ますと深夜1時になっている。さすがに心配になり探しに行こうかと思った時に玄関が開く。あやめが立っていた。こんな遅くまで心配したじゃないか。本当にごめんね、長話をしちゃって。そう言いながらあやめは風呂場へと急ぐ。不思議に思ったが喧嘩はしたくなかった。寝室に再び戻ろうとするとあやめの携帯が鳴った。あやめは風呂に入っている。俺は見てはいけないと思いつつも、そっとカバンから取り出してみると、履歴には富士拓也と書かれている。まさか、あやめと富士が？罪悪感を感じながらも過去のメールを覗いた。すると、あやめが富士と浮気をしていることが。風呂から出てきたあやめに、これはどういうこと？ちゃんと説明してくれ。そう強く問いただした。すると、あなたと一緒にいてもつまらないわ。と冷たく言い放った。あやめは自分の部屋に行き、最低限のものをカバンに入れて出て行こうとしている。俺は焦って、もう一度話し合おう。
と言ったが、あやめは何も答えない。そして俺が止めるのも聞かず出て行った。慌てて追いかけると、家の近くにスポーツカーが止まっている。富士の車だ。あやめは俺の顔を見ようともせず、富士が運転する車に乗り込み去っていく。ショックでその場にしゃがみ込んだ。次の日、俺は会社には行かなかった。次第に家からも出られなくなり、1ヶ月後、俺は会社をクビになった。心配した同僚が連絡をくれたが、誰とも話す気力もない。引きこもり生活をし続けて2ヶ月後、寝込んでいることが多かったが、このままではダメだと思い、家の掃除をして近所のスーパーへ買い出しに行った。動いていると余計なことを考えずに済む。まだ精神的には辛かったが、時が経つと心の傷も少しずつ癒えていった。そんなある日、俺宛てにあやめから慰謝料の請求書が届いた。内容を見ると、俺があやめに対して精神的苦痛を与えたなどでたらめばかり書いてある。富士が考えた作戦なのだろうか。自分が勝手に浮気をして出て行ったのに慰謝料を払えなどとんでもない。会社もクビになり、このまま泣き寝入りはもうしたくない。俺は弁護士に相談した。奥さんの浮気の証拠がないと慰謝料を求めることは不可能ですよ。そう弁護士に言われてしまう。このままでは俺が慰謝料を払わなければいけなくなる。納得がいかない。そこで探偵事務所に依頼をして浮気の証拠を集めることにした。すると、あやめと富士は現在同棲をしていて、俺から慰謝料を取り、二人で住む家を建てようと計画していたことが分かった。さらに職場の元同僚にも連絡をして事情を話すと、信じてあげられなくて悪かったと謝ってくる。同僚の話によると、富士は俺があやめに暴力を振ったから家を出たんだと嘘を言いふらしていた。浮気をした上に嘘をついて、さらにお金まで取ろうとしているだなんて。俺は浮気の証拠を持って弁護士に相談した。弁護士も、これだけ証拠が揃っていれば慰謝料を請求できますよと言ってくれた。その後、俺とあやめは離婚協議をすることになった。元同僚の証言や探偵事務所から入手した証拠が決定的になり、あやめが多額の慰謝料を俺に払うことになった。離婚協議が終わってからも、あやめからは謝罪の言葉は全くない。20年間共に過ごした時間は何だったのかと考えれば考えるほど虚しくなった。俺は人間不信になり、あやめと住んでいた家にいるのも苦しい状態。新築で購入した家を手放すのは悩んだが、売却して安いアパートに移り住むことにした。アパートの向かいは保育園。毎日子供たちの楽しそうな声が聞こえてくる。保育園から出発するバス。保育士と散歩に行く子供たち。純粋な顔で笑う子供たちを見ていると気持ちが癒されていく。アパートに引っ越してから数日後、俺は職業安定所へ行くことにした。担当職員は俺と同じ50代くらいの男性で、履歴書を見るなり深いため息をつく。そして、すみませんが、50代半ばで雇ってくれるところはないですよとはっきり言われてしまった。さらに、
失礼ですが、25年間も勤めていた会社を辞めた理由は何ですか？と聞いてくる。妻が会社の後輩と浮気をしたので会社に行きづらくなった。なんて言えない。俺は小さな声で、体調不良で辞めてしまって。それを聞いた担当職員は再びため息をつき、かなり厳しいですね、と返した。確かに50代での職探しは厳しい。職業安定所に通い出してから何度も履歴書を送ったが、面接まではたどり着けない日々が続く。履歴書は何度も職員に添削してもらっている。志望動機も紙いっぱいに書き、文字も一生懸命きれいに書いた。しかし、帰ってくるのは不採用通知ばかり。次第に正社員にこだわらず、臨時職員やパートにまで視野を広げ応募した。それでも受からない。担当職員も難しいと思ったようで、知り合いで雇ってくれる人とかはいませんか？と聞いてきた。実家の両親は高齢で兄弟もおらず、頼れる人はいない。俺は正直に、いないです。と答えた。職業安定所から帰る途中、俺と同世代くらいのサラリーマンが大勢歩いている。あやめは俺のことなど忘れて、藤と二人で仲良く暮らしているのだろうか。気がつけば、職探しをして半年が過ぎている。もう誰も俺を必要としてくれていない。そうつぶやきながら思いっきり泣いた。不採用が続くと自分自身が否定された気持ちになる。心も限界が来ていた。少し職業安定所へ行くのをやめよう。それから何もせず家で呆然としていた。数日が経った頃、久しぶりに職業安定所へ行くと、いつもの担当職員がいない。すると、新卒のような若い女性職員が代わりにやってきた。俺が席に着くと、新しく矢野さんを担当させていただく田中かな子です。と笑顔で言う。こんな若い人が担当で大丈夫だろうか。正直な気持ちだった。田中さんは俺の履歴書や応募した会社などを真剣な表情で見ている。そして、矢野さん、もしよければ違う職種に応募してみませんか？そう提案してきた。え、違う職種ですか？俺は戸惑いを隠せない。ただでさえどこも受からないのに、未経験の仕事に応募しても雇ってくれる会社などないと思っていた。俺が悩んでいると、矢野さんは経験のある事務や会計の仕事に応募されていますが、どれもかなり人気のある職種です。受かる人は少ないですよ、と真剣な表情で言う。田中さんは嫌な顔一つせず、親身になって仕事を探してくれた。しばらくすると、こちらの求人に応募してみませんか？求人を見ると、アパートの前にある保育園で用務員休母と書いてある。用務員なんてできますかね？不安げな俺に、矢野さんのような真面目な方なら大丈夫ですよ。笑顔で言ってくれた。俺は田中さんに勧められた保育園に応募した。年齢のこともあり心配だったが、書類選考は無事通過。そして後日の面接に向けて田中さんと何度も面接練習を行った。
面接日当日、緊張しながら保育園に行くと、出迎えてくれたのは俺より年上の優しそうな女性園長。面接というよりは会話のような雰囲気で、練習で行った通り自分の思いを伝えられた。結果は見事採用。電話で採用を伝えられた時はお礼を言いながら嬉し涙を流した。田中さんにもお礼を伝えると、本当に良かったですね、まるで自分のことのように喜んでくれている。諦めずに職探しを続けて本当に良かったと心から思った瞬間だ。そして働き始めて1週間、保育園の仕事は思った以上に忙しく、一日中動き回っている。でも真面目で細かい作業が好きな俺にとってはこの仕事は向いているようだ。園児の笑い声が傷ついた心を癒してくれる。保育士の方たちはかなり苦労しているようだが、子供を一番に考えるとてもいい人たちだ。それから3年後、用務員の仕事にも慣れ、楽しく働いている。その後、あやめは富士とは続かなかったらしい。金銭的に困ったあやめは、俺の実家宛に、よりを戻したい、という手紙を送ってきたようだ。だが、あやめを許すことはできなかった。俺は、過去のことは忘れ、今前を向いて新たな人生を生きていこうと思っているから。